はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、どうやらね、カービィの、このスカービィ、このスカービィが強化されたということで、今回ちょっと、そちらを試してみたいと思います。で、まあ、どうやって試すかっていうこと、てか何が強化されたっていうことなんですけど、まあ、ちょっとまず選びまして、まずカービィ一人で行きます。で、まあ、難易度は、まあ、とりあえず分かりやすいようにちょっと春風、これでちょっと見てみたいと思うんですけど、カービィってね、その、まあ、このスカービィ、何ができるかというと、もちろん吸い込みですよね。それ以外はまあ、スライディングするぐらいかな？技で言うとね。おそらく。まあ、ホバーリング、スライディング。まあまあ、それぐらい。基本は、カービィが、要は敵にダメージを与える方法って、その吸い込んで、敵に、バチコリ当てるみたいな、ことじゃないですか。その吸い込みアタックが強化されたと。で、まあ、どういう風に強化されたかというと、その、たくさん吸い込んで、与えるダメージというか、ちょっと見てみましょうか。僕もちょっとまだ見てないので、ここで、リンゴが落ちてきます。全部、いっぱい吸い込めないといけないので、ちょっとまず半分にしますね、ウイスピーウッズの。この、ウイスピーウッズっていうか、おっと、危ない危ない。この星の、をたくさん吸い込んだ時の火力というか、が強化されたらしいので、ちょっと早く、とりあえずちょっと早く真ん中に早く真ん中まで行ってくれないと困ります。早くしてください。お願いします。ちょっとすごい困るんで、ありがとうございます。これをまあ、これ吸い込ませる。はい。で、この火力が上がってると。で、このウエスピーウッズのたくさんリンゴを放り込んでくるので、それをちょっと行きましょう。これでたくさんリンゴを吸える。この待っていっぱいいっぱい。これでどうだ、これで火力上がってんのかな。いや、もうちょっと吸い込まないといけないのかな。なんかすごい強くなってるらしいんですよね。星じゃないといけないのかな。ちょっと別の絵だってみよう。多分分かりやすいのがこちらかな。この典型のザン君。ザン君が星をたくさん出すので、必殺技を出した時に。その時に、まあ、カービィで星を吸い込んで、アタックっていうのが一番いいかな。その星の火力が上がってるっていうか、強く、多分新しいエフェクトがかかってるのかならしいので、らしいというかだと思うので、ちょっとやってみたいと思います。どうしようかな。ザン君みたいです。ちょっと待って、スカービィでザン君半分までいけるかな。一応仲間入れとくか。あ、これも常にもしかしたら強くなってるのかな。アップデートで吸い込みのなんか火力というかパワーが上がるとのことだったけど、3つ吸い込んだ、ちょっと危ね、何なんだろうな。とりあえず仲間にしとこう。仲間にして半分まで持ってってもらおう。それじゃあ行きたいと思います。さあ、できれば星をたくさん出してくれるとありがたい。5個か4個ぐらい吸い込めばいいのかな。どれぐらい吸い込めばいいのか分からんですけど、星が2個か、これじゃダメなんですね。どれぐらい、3個か4個ぐらい吸い込んだら星の火力変わるのかな。ちょっと僕はちょっと守って、ザン君を半分まで持っていってもらったら OK、 もう大丈夫、ありがとう。バイオスパークブルアンシャンキューだ。さあ、ここで出すでしょ。で、雷を多分使ってくるんですよ。その雷がたくさん、おそらく氷を出すね。 OKOKOK、 もうちょっと出す。いいよ、待ってみよう。オッケー、素晴らしい。これを、どうだ、これ多分ね、火力が上がってるはずなんですよね。多分。もう一回ちょっと見てみましょうか。5個ぐらい吸い込まないとダメなのかな。なんかたくさん吸い込んだ時に、強化されてると。とのことだったので、ちょっともう一回。違う、君じゃない、これじゃないのだよ。私が欲しいのは必殺技のことだ。違う。何をしているんだろう。ああ、早くザンパルルティザーヌ君、こちらに来たまえ。必殺技打ってくれたまえ。違う、これじゃないのかね。これじゃない、残念だ。君はかっこいいね。何をしているというのかね。おっ、OK。さあ、ここからだ。さて、必殺技を出してくるよね。これで出すかな、いっぱい。どうだ。OKOKOK、出してる。で、ほら、どうだ、これでいけるでしょ。ちょっと待てよ。いくぞ。はい。ん、強くなってんのか。なんか星の、なんかあれかな、その見た目は変わんなくても、そのダメージが超絶アップしてるみたいな、そういう感じかな、もしかしたら。その単純にその星で与えるダメージが増えましたよっていうことかもしれない。ちょっともう一回やってみましょうか。
これの方が多分いっぱい出てくると思う。こんなのがいっぱい出てくるはずだから、ちょっとこれで、さあ来い、次だ、これ、これでいっぱい出てくるから、これ、吸い込む、どうだ、上がってんのか分からん。まあまあ、強化されたとのことなので、よければ皆さん、これ、カービィ、ガンガン使っていきましょう。もうこの2個とかでももう、火力上がってるのかもしれないですね、1個で与えるダメージとかも増えてるとか、ありえるな。でも十分強いもんね、これ。ほら。全然吸い込みで勝てそうな気がする。吸い込める？無理ですね。なるほど。まあ、せっかくなんで、アルティメットチョイスの、エクストラ。EX ですね。EX を、スカービィ1体で、ちょっとやってみて、せっかくね、カービィが強くなったとのことなので、まあまあ、僕の実力が下手っていうのであまり参考にならないと思うんですけど、僕の実力で、ある程度勝てたら、なんだろう、まあ、強化されたということで、よろしいでしょうか。大丈夫かな。行きましょう。よろしくお願いします。さあ、行くぞ。まあ、でも、本当に攻撃力的には相当強いとは思うので、火力は本当に、高いよね、これ。よし。でも、やっぱりアナザーは防御力高いんで、ここら辺はちょっと仕方ないかなと思いつつ、あぶね、よし、ね、素晴らしい。どんどん当てていこう。よし、最後。おっと、これで、これも、あ、でもダメージ受けるんだよな。これ、硬い、強いな。すごいな、危ない。で、来た。これはもう吸い込んじゃう。ほら、よし、いいぞ。もうスカービ、もうコピーしない。ボルト、まず、あぶね、マイク。マイク。よし、打つべし、素晴らしい。よし、いいぞ、一体でもなんとかなる。なんとか なってるか分かんないけど、よし、ほっ、よし。でも追い打ちかけれないのきついですね。上行く。これダメージ受けちゃ痛くない。ガードしててもダメージは受けたくないから、抜けて、パターンさえ覚えればそんなに怖い敵ではない。いっちゃうぞ、あっ、ブラン、いける、オッケー、半分。こっからは、あれじゃないかな、カービィ有利じゃないかな。さあ、ここで吸い込ませてもらうぞ。来い、落ちてこい。よし、いいぞ。さあ、行け。いけ。よし、ほら、ナイス、かなりダメージ入る。いいね。当たる、ナイス。よしよし。まず、楽、危ね。で、コモ君を吸い込んで、終わりだ。まだか、まだ終わらない。この長きにわたる、長くは、そんな長くはないけど、あれ、なんだと、やばい、後半に一気に詰められた、やばい、まるでマラソンの名前が出てこなかった。やばいな、佐々木原くんが出てこなかったな。後半追い上げ型の今井雅人のようなって言おうとしたんだけどな。くそ、行くぞ、参ります。さて、ポンカースとか中ボス結構きついよな。これどうしようね、これ吸い込めないよね。待って、これどうする。あ、吸い込めるのか、ナイス、いいぞ。こいつ自体吸い込んじゃう。よし、いいぞ。なんだお前、なんか変な氷のやつ投げ落としたの。待って、すまないようにだけ。よし、オッケー、オーライよ、お前もだ。待てやばい、ポンカースまずい、ポンカースまずい。どうする、早く投げてこい、投げてこい。お前、はあ、待ってやめて、ちょっと待って、ゴリラよ、おい、ゴリラ、ちょっと待って、どうかと、あぶね、はい、逃げる、よしよし、ちょっと待って、きつい。いや、もう身の程を知りましたね、今のは。解消なし。さすがにスカービィ一体は禁止か。いや、でもこれでもクリアする人は絶対いますもんね。本当に上手い方っていうか、まあ、ね、その全然、あんなんでやられてんのかよって多分思う方いっぱいいると思うので、ちょっと、このスカービィ極めればどうなんだろう、
そのいろんなキャラクターで勝てたりするのかな。いやでもこれ全て王冠つけたいよね。このエクストラを全てさ、これ王冠つけたらどうなるかって、多分まだいない、まあ、海外とか行ったらいるのかな、どうなんだろう。でまだあれだよね、そのアップデート来てそんな2週間ぐらいだからまだいないと思うんだけどね。まあでも僕なんて 夢物語かもしれないんですけどなんとか頑張っていつかね、この全て、せめて王冠、アルティメットチョイス全員王冠つけれるように頑張ります。はい、ということで、じゃあ今回、カービィがねかなりパワーアップしたということで、よければ皆さんやってみてください。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。